最後に、シロは、はい。ここで、シロに絵の具がついていなければ、シロの無実は、嘘。本当に？そんな、嘘だ。ありえない。こんなのって。緑色の絵の具がついてる。そんな。じゃあ、やっぱりシロウくんが。嘘。違います。これは。シロウ。君は理科準備室に行ったんだね。でもちょっと待って、シロウくん、さっき理科準備室には行ってないって言ってなかった？嘘をついたの？でもね、もう疑いたくないから言うんだけど、ちゃんとさ、しっかり全部にさ、跡がついてたじゃない？あの、靴の裏の跡。でもさ、シロウくんは一部分にしかついてなかったじゃん。それは、ちょっとまた違うのかなって思うのね。どうかちょっとだけわからない。疑いたくないからちょっとフィルターがかかってるのかな？違うかな？違います！嘘なんてついてません！シロウ、どうして私、シロウを信じてたのに。シロウ、本当のことを言えよ。ちょっと待ってください。本当に僕は理科準備室になんて行ってません。じゃあどうしてあなたの靴には理科準備室の床にあった絵の具がついてるの？それはやっぱりシロウくんは理科準備室に行ったんでしょう。だから、行ってないんですってば。シロウ。そんなに否定するなら、シロウが3階を調査してた時のことを教えてよ。はい。まず調査を始めた直後に、キスケ君と2人で美術室に行きました。こぼれた絵の具はどうしたの？それは最初、美術室に入った時に電気がなかなかつかなくて、キスケ君が絵の具の缶にぶつかってこぼしてしまったんです。それで、シロウ君は絵の具を踏んだってこと？おそらく。暗くてよく見えませんでしたので、その時は気づきませんでしたが。じゃあ、その後はどうしたんだ？その、キスケ君から別行動を提案されて、キスケ君は、俺が理科準備室を見に行くから、と言っていました。キスケ君が自分で、どういうこと？だから僕は、残った生徒会室を見に行ったんです。なんでそんな目で見るんですか？何も嘘はありません。信じてください。本当に？ごめん、こんなこと言いたくないけど、シロウがごまかそうとしているようにしか見えない。そんな。でも、そうなるのも仕方ないのはわかるでしょ？現に証拠が目の前にあるんだし、シロウくんじゃないって信じたいと本気で思ってるけど、さすがに信じられないよ。シロウ、正直に言って。私たちに嘘なんてつかないで。待ってください。僕は嘘は一つもついていません。
僕を信じてください。僕を信じてください。本当にキスケ君を殺したのは僕じゃないんです。シロ、信之君、信じてください。僕がキスケ君を殺せると思いますか？僕の親友なんですよ。それは僕は犯人じゃない。真犯人は別にいるんです。信じてください。シロ、この必死な顔、これもシロの演技なのか？こんな風に疑ってしまう自分がすごく嫌だ。クソ、本当はシロが犯人じゃないって信じたい。本当にシロがキスケを殺したのか？あんなに二人は仲が良かったのに。そんなシロがキスケを殺す？そんなのありえない。いや、俺はそう思いたいだけなのか。でも今は何を言ってもシロが怪しいって状況は変わらない。みんなシロが嘘をついてごまかそうとしてるって思ってるはずだから。ん？嘘をついてごまかす。そうだ、ごまかすといえばシロには嘘をつくときに無意識に出てしまう癖があったよな。そうだ、あれは確か、シロ、そんなこと言ってただテスト勉強したくないだけだろ。そんなわけあるはずないじゃないですか。図星だな。シロが何かごまかす時の癖が出てるぜ。癖？シロがピアスを触ってる時は嘘をついてる時なんだ。覚えておくと便利だぜ。へえ、そうなんだ。キスケ君、変なこと教えないでくださいよ。ダメだ、ちょっとごめんなさい、カットします。はい、やります。そうだ、嘘をついてる時シロはピアスを触る癖があったはず。皆さん、僕はキスケ君を殺してなんかいません。信じてください。僕は犯人じゃないんですよ。やっぱりだ、あの癖が出ていない。でもあの癖が出てないからってそれを信じていいのか？わざとそういう癖が出ないように抑えているとか。いや違う、俺が知ってるシロはそんなことするタイプじゃない。俺はシロを信じる、信じたいんだ。何かシロがキスケを殺してないって証明できる証拠さえあれば。だいたい皆さん、僕とキスケ君を想像してみてください。キスケ君は僕より身長も高いですし、非力な僕よりも力も強いに決まってる。刃物で刺し殺した際に抵抗されたらひとたまりもありませんよ。刃物で刺した時に抵抗。そうか、キスケは正面からメスで刺されたってことは絶対に犯人と揉み合って抵抗したはずだよな。そうか、ってことはシロ君だったら信頼してるから揉み合うはずがない。そして床にはあれだけの血だまりがあった。そう考えると、あ、そうか、あの場所を調べれば
シローが本当の犯人かどうか分かるんじゃないか。シローの無実を証明する証拠は、シローの靴の裏の状態、キスケの死因、キスケの髪の毛。何髪の毛ってどういうこと？ん？キスケの髪の毛？髪の毛？なんだ髪の毛って？え？なんかあった？ちょっとこれ間違えたくない。じっくり考えます。ちゃんと調べとけよかった。キスケくんの死因？ちょっとキスケくんの死因でいきます。あー違う。キスケの死因を思い返してもシローが殺してないと言い切れない。ちゃんと考えないと。そうだ思い出した。ごめん、クソ、髪の毛か。なんだねえシロー、もう一度靴の裏を見せてくれない？そっか、さっき私が言ってたことか。靴の裏か。あれだよね、しっかり跡ついてたもんね。血がついてないもん。そうだ、揉み合った形跡なのに血がついてない。そうじゃん。また靴の裏？どういうこと？いいから早く見せて。わかりました。シローの靴の裏にはあれがついてない。やっぱりシローは犯人じゃないよ。え？どういうことだ？あれって、もしシローが本当にキスケを殺したんだとしたら、靴の裏に残っておくべき証拠があるはずなんだ。それって一体？まずキスケが殺された状況から整理すると、キスケは体の正面を何箇所も刺されていた。となるとキスケの正面に犯人はいたってことになる。まあそうだな。ということは、もしキスケが犯人に刺された場合、最初はキスケも抵抗するはずじゃない？ましてや凶器はメスだし、胸やお腹を刺されて一撃で致命傷を負うとは考えにくい。うん。だからきっとキスケと犯人は揉み合って抵抗したはずなんだ。その証拠にキスケが殺された現場には犯人とキスケが揉み合ってできたと思われる足跡があったんだ。そういえばそうだったわね。それは分かったけど、どうしてそれがシローの靴と関係があるの？それはシローの靴の裏には絵の具しかついてなかったんだよ。そうだ、さっき言ってたこととは違ったけど、でもそうだ。そっか。もしあの足跡がシローとキスケが揉み合ってできたものだったとしたら、シローの靴の裏に血がついていないのはおかしいと思わない？それにもしシローが靴の裏の血に気づいて洗い流したとしたら、わざわざ絵の具を残したまま放置するなんてありえないでしょ。それは確かに。だからまだシローがキスケを殺したとは言い切れないんだ。信之君、じゃあシローはキスケを殺した犯人じゃないってこと？それはまだ言い切れないけど、血の跡が靴の裏についてない以上、シローを犯人と決めつけることはできないよ。そっか、よかった。ごめん、シロー君。信用できないとか、ひどいこと言ったりして。いいえ。謝らないでください。でも、私も信じてあげられなかった。疑ってごめんなさい。俺も悪かった。もういいんです。信じてもらえただけで、僕は嬉しいですから。それに、信之君。僕を信じてくれてありがとうございます。俺の方こそ、最初シローが犯人かもって疑ってしまってた。ごめん。いえ、本当に感謝してます。ねえ、でもさ、じゃあ犯人は一体誰なの？確かにシロー君の靴の裏には血の跡がついてなかった。でも
みんなの靴の裏にも血の跡なんてなかったよね。うん、そうだったな。この中に犯人がいるんだとしたら、誰の靴の裏にも血がついてないっておかしくない？そうね。それに不可解なのはそれだけじゃないわ。靴の裏に理科準備室に落ちていた絵の具と同じ色の絵の具がついていたのは、ここにいる中ではシロウ君だけだった。はい。もしシロウ君がキスケ君を殺してないなら、理科準備室にあった絵の具は一体誰がつけたの？それは、そうだ、フミさんの言う通りだ。じゃあ、あの絵の具は一体誰の？シロウ以外に靴の裏に絵の具がついていたと思われる人物はいるか？シロウ以外に靴の裏に絵の具がついていたと思われる人物は一人しかいないんだよな。吉峰瑠衣、鬼城喜助、九条慎之介。これさ、もしかしたら鬼城かもしんないよね、今更だけどね。でも鬼城の方かっこいいから鬼城って呼ぶわ。鬼城喜助。そうだ、キスケだ。そういえばシロウが言ってたけど、シロウとキスケが3階を調査していた時、美術室でキスケが絵の具をこぼしたって言ってたな。ということはシロウの靴の裏にもついていたってことは、きっとキスケの靴の裏にもついていたはず。そして2人は美術室を調べた後、キスケはシロウに別行動を提案し、理科準備室に行くと言った。じゃあ理科準備室に絵の具がついてたってことは、きっとキスケが理科準備室に行ったんだろう。そしてその後、屋上前で犯人に正面から刺され、揉み合って殺されてしまった。うん、現場に残されていたのは大量の血を流して倒れているキスケの遺体と、理科準備室から取られたメス。あれ？でもメスに血ついてなくない？あれ、でもこれはそういう仕様なのか？どういうこと？そして揉み合った時にできた血だまりの足跡。それだけだったよな。いや、そういえば不審な点はまだあったぞ。それはキスケの右手だ。キスケの左手には血なんてついてなかったのに、なぜか右手だけ血まみれだった、遺体を調べた時も気になったけど、どうしてキスケの右手は血まみれだったんだろう。確かに分かんない。なんで？どうしてキスケの右手は血まみれだったのか、その理由は？あ、嘘だ、そんなわけない。抵抗した時に犯人の血がついたから、自分でメスを刺したから、右手を怪我していたから。嘘でしょ、本当に言ってる？自分でメスを刺したから。嘘。もしかしてキスケが自分でメスを刺したから、だから右手だけがあんなに血まみれになって。そうか、そういうことだったのか。信之君、何か気づいたの？信之君、なんで黙ってるの？俺はみんなを信じるよ。え？何？いきなり。やっぱりこの中に犯人はいないんだ。俺たちの中にキスケを殺す人なんていないんだよ。だって俺たちはお互いに大事な友達だから。おい、
何を急に綺麗事を言い出してんだよ。そうだよ、そんなこと言ったって実際にキスケ君が殺されてるんだよ。だから俺たちの中に犯人はいないんだって。じゃあやはりこれは僕たち以外の誰かが僕らを疑い合わせるように仕向けた罠だって言いたいんですか？どうしてそこで黙るの？はっきり言えよ。言いたくない。どうして？この中にキスケを殺した殺人鬼はいない。でも犯人はいるんだ。それが俺が気づいてしまった絶対に信じたくない真実なんだ。ねえ、回りくどい言い方はやめて。ちゃんと教えてよ。信行くん、わかった。言うよ。その犯人はキスケなんだ。え？キスケが？何を言って。これは全てキスケの自作自演なんだよ。言ってる意味がわからない。キスケ君は死んでるんですよ。自作自演って、じゃあキスケは自分でメスを刺して自殺したってこと？そんなバカな。どういうことだ？シロ、キスケと一緒に探索してて美術室で絵の具をこぼしたのは誰だった？キスケ君です。うん。その後探索を手分けしてやろうと言って理科準備室に行ったのは誰？キスケ君です。そしてキスケは理科準備室を、シロは生徒会室を調べることになった。はい、そうです。シロ、君は全部キスケの指示でそう動いたんだよね。それはそうですが、これは全部僕たちがシロを疑うように仕組まれたトリックなんだ。そんなこと。美術室でシローに緑色の絵の具を踏ませ、理科準備室にそれと同じ色の絵の具を残す。この状況を作ることによってキスケはシローが疑われる状況を作り出したんだ。そして仕上げに自分で自分を殺した。なんで？その証拠にキスケの右手にはなぜか大量の血がついていたんだ。きっとあの右手の血はキスケがメスで自分を殺した、キスケがメスで自分を刺した時についたものだと思う。俺たちは最初からキスケに誘導されていたんだよ。そんな。これが全ての真実。俺たちをここに閉じ込めたのも、今まで俺たちを脅迫していた謎の人物も、犯人はキスケだったんだ。え？だってキスケ君と一緒にいるときに覆面をかぶってるあいつが現れたよね。どういうこと？クリア。
お疲れ様でした。次回に続きます。